九語を演奏する女性。十六世紀初め頃、名。九語とは、古代東アジアで使われたハープや琴に似た発言楽器。演奏用の楽器のほか、仏教建築を演出するための仕掛けとして使用された。弦楽器であるため八音では糸に属する。中国では由来の異なるいくつもの楽器を九語の名で呼んだ。文献上最も古い記載は、 芝千、四季法禅書に見られるもので、武帝の時に空港が作られたという。この語は、とのように寝かせて弾くものであり、後に伏せ語と呼ばれた。ついで、やはり寛大に、再域からハープに似た楽器が伝わった時、従来から、ある語に似ていたので同じ名で呼んだ。後に、縦語と呼ばれた。五漢書は霊帝が好んだ再域の文物の中に、 国語を挙げている。東代にインドビルマから伝わった楽器も、クゴと呼ばれ、円楽の天竺学で使われた。先端に、宝珠の装飾がついていたので、宝手クゴと呼ぶ。アキラ以降に廃れた。クゴは、朝鮮と深い関係があり、ガフ刺しによると、ガフ大の一つ、クゴインは、朝鮮で作られた。他にも、 久語と朝鮮の結びつきを示す文献が参見される。しかし、中国と同様、朝鮮でも現在は使われていない。韓国の作曲会員遺葬は、久語に触発されて、ハープと弦楽のためのゴン風を1984年に作曲している。新税古学図より、平安時代の辞書である和明類受賞によれば、縦久語がくだらを経由して、 伏セクゴが高句麗を経由して日本に伝来したとされている。前者は特にくだらごととも呼ばれた。奈良の小僧院にはクゴの残血が2丁分あり、これらは縦クゴとされている。縦クゴは銅を縦にし腕木を横に渡した L 字型で銅から腕木にかけて斜めに23本の絹糸の弦を張ったもの。大棒4年に 画学寮に置かれたくだら学士及び、高来学士それぞれ4名の定員のうち1名が、保担当とされ、前者は、縦窪、後者は不せ窪を担当したと考えられている。日本では840年代に行われたと、推定されている、落成改革によって、他の大陸系楽器と共に伝え、等でも、同時期の番頭期に衰退したとされている。20世紀になり、 壁画などをもとに復元が試みられ、演奏可能なものが作られるようになった。ただし現代において、復元楽器を用いて演奏する場合の曲についても、久保の伝承曲は現存していないため、西洋音楽系の楽曲の編曲や現代音楽等に利用されている。岡寺三重塔。矢倉下に吊るされた棒状のものが久保間無料、樹形には、浄土では、 発砲から吹く風によって演奏することなくおのずから、鳴る楽器が、仏教の根本原理を説く音を奏で煩悩が起こる、ことを防ぎ、仏法像の見法を念ずる気持ちが湧くとある。他の漢訳仏典にも、おのずから鳴る楽器の霊言に関する記述はしばしば、見られる。その楽器はインドでは、ビーナーと呼ばれ、漢訳では、当次弦楽器の総称だった苦語が当てられた。 8世紀の中国では寺院を荘厳にする仕掛けとして、ウィンドハープの一種と考えられる風こと,と呼ばれる楽器がガランの屋根の四隅に掛けられていた。この様式は奈良時代の日本の寺院にも導入され、日本では風草は九保と呼ばれた。文書資料には奈良東、大寺、京都奉還寺、比叡山延暦寺など、日本各地の仏塔、 他方等に窪がかけられていたことが記されており、2001年に再建された奈良県岡寺三重島にも和装型の窪が再現されている。ありがとうございます。